見極めで検索。はい、皆さんこんにちは。見極めライブ YouTube レッドステージです。この時間はですね、農林中央金庫の南部さんにお越しいただいております。本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この時間ですね、2つコンテンツご用意させていただいてまして、まずは業界企業説明というところと、その次にですね、Q&A の35分間でお届けしてまいりたいというふうに思っております。学生の皆さんにはですね、いくつかご依頼ございまして、まずはですね、チャット欄の方に、チェックインボタンというところをですね、毎度恐縮でございますけれども、こちらご協力よろしくお願いいたします。続きましてですね、Q&A の時間も、35分間の約半分ぐらいですね、ご用意させていただいておりますので、何でも質問 OK でございますので、企業説明中も含めてですね、ぜひいただければというふうに思っております。で、そしてですね、今回新企画として、企業の皆様でクイズアンケートというところをご用意させていただいております。匿名で参加できますので、ぜひ楽しみながら聞いていただけたらと思っております。で、今回はですね、農林中央金庫様からですね、農林中央金庫のイメージ教えてくださいというアンケートをいただいております。僕もどんなイメージを持たれているかすごい気になっているところでありますけれども、企業紹介中に出てきますのでですね、ぜひイメージのところをご回答いただければというふうに思っております。はい、では、さんもですね、J バンクときっと農林中央企業さんこう聞く機会とかあるかなと思う一方で、なかなか多分初めて聞いたって方も多いかなと思いますので、ぜひ企業紹介に移る前に南部さんから一言ですね、メッセージというか、いただいてから企業紹介移れればなというふうに思っております。ぜひ南部さん一言いただければと思います。はい、ありがとうございます。改めまして、私農林中央金庫の南部です。今日はですね、皆さんにおかれましたきっと農林中央金庫って初めて聞いたって方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まずは私たちのところをぜひよく知っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに南部さんも就職当時就活生の時にこう恩子との出会いというか、どういうタイミングがあったとか最初伺ってもいいですか？はい、私は実はゼミの先輩に一人入社してる先輩がいてですね、なんかその先輩が農林中央金庫に入ったっていうことで知ったのがきっかけでした。あ、なのできっかけとしては早いタイミングで、まあ、そうですね、を知る、まあ、今いる学生もですね、すごい早いタイミングで素敵な企業さんに知る機会チャンスだと思います。ぜひいろいろ聞いてみてください。では部様ですね、企業紹介の方移れればと思いますので、スライドの準備できちゃいですね、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではですね、早速ですが画面をお借りして皆さんに農林中央金庫のご説明できればなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というところですね、まず農林中央金庫って話をする前にですね、私の自己紹介からできればなと思っております。私、農林中央金庫人事部の南部と申しまして、10年目の社員になってます。出身は千葉県でして、農林中央金庫でのキャリアは大きく2つ経験をしております。前半の6年間については後ほどご紹介するんですけども、食農ビジネスっていうところで企業さん向けの融資とか、あとは農林中金ならではっていうところで言うと、キノコ農家さん向けの融資みたいなところをしながら、キノコの海外輸出のお手伝いをするみたいな仕事を前半はやっておりました。後半については新潟県の新潟県新連っていう組織に出向しながらですね、当時 23JA あったんですけども、まあ、そこを一つ一つ巡りながら、佐渡島から南は皆さん知っている魚沼産のコシヒカリが取れる魚沼の地区まで行きながら、JA さんの体制を作りみたいなところを仕事として経験しています。またプライベートで言うと、実は大学の時私社交ダンスをやっておりまして、でそれまでは高校バスケットをやっていたので、結構まあ体を動かすの好きかなっていうところだったりするんですけど、最近は八村塁が結構 NBA で活躍していてですね、それをワクワクしながら見てる、そんなところかなと思っております。今日は後半パートですね、ぜひ皆さんからのご質問をたくさん受け付けられればなと思いますので、何でも構いません、積極的にご質問いただけるととても嬉しいです。というところで私たちの企業説明に入っていこうかなと思うんですけども、皆さん多分農林中央金庫って知らないかなと思うので、そこを簡単にですね、まずはご紹介しようかなと思ってます。私たち農林中央金庫は銀行でございます。ただ他の銀行と違うのが、農林中央金庫法という法律に基づいてできている民間の会社っていうところがすごい特徴的なのかなと思ってます。また実は歴史は長くてですね、今年でちょうど101年目を迎える、そんな組織になっていますし、
他の会社さんだったり、銀行さんっていうのは株式会社っていう形態を取ってることが多いと思うので、事業で利益を稼いで、一般のお客様に株を買っていただいている方にですね、配当っていう形で利益還元していくみたいな、そんな組織なのかなと思うんですけど、私たちは共同組織っていう組織体を取っておりますし、株主っぽい立ち位置でいる会員さんっていうのが、農協さん、漁協さん、森林組合さんという、そういった第一次産業の方々になっていただいているのが、すごい特徴的なのかなと思っております。また、名前はあまり知られてないんですが、実は100兆円規模、これ国家予算と同じぐらいなんですけど、そんな規模感でやっている銀行ですので、ゆうちょ銀行さんとかメガバンクさんと同じぐらいの規模感である一方、実は従業員は3400人ぐらいっていうところでいうと、メガバンクさんは3万人から7万人いらっしゃると思うので、その10分の1以下でやっている、そんな組織なのかなと思っております。皆さんにおかれましては、そもそも農協ってなんだっけみたいな、そんなところもあるかなと思うので、農協さんについてもお話をしようかなと思います。農協さんって、JA さんっていうと、結構皆さん、もしかしたら耳なじみあるかもしれませんが、農協さんと JA さんって同じことを指してるんですけど、JA さんっていうのは地域を支えている、農業関係の組織みたいなふうに捉えていただければなと思ってます。何をやっているかっていうと、例えば農家さんから農産物をお預かりして販売するような直売所の事業、これ道の駅とか思い浮かべていただければいいかなと思うんですけど、そういった事業をやっていたりとか、やっぱり農業をやるためには農機具動かさなきゃいけないので、そのためにガソリンが必要だよねってところでガソリンスタンドやっていられたりとか、あとは他にも保険とか、あとは銀行とかやってたりするんですけど、その全国組織といって、それを監督する組織がバラバラになっていて、直売所みたいなところは JA 全農さん、これは卓球のユニフォームとかでよく見るかなと思うんですけど、そういったところが見ていて、保険については JA 共済さん。で、銀行部分を私たち農林中金が見てるんだよっていう、そういう役割分担で JA グループって成り立ってます。なので、簡単に言いますと、第一次産業のために存在する銀行なんだなっていうことを、まずは押さえていただければ、大丈夫かなと思っているところです。今日はですね、農林中央金庫のオンリーワンな存在意義と、私たちのやってる仕事みたいなところをご紹介できればなと思っているので、まずはですね、私たちの存在意義みたいなところからお話ができればなと思っています。私たち農林中金の果たす役割はと問われますと、第一次産業を変えていくことにあるのかなと思っています。じゃあ私たちが起こせる変化ってどういったことがあるのっていうことなんですけど、結構いろいろあるかなと思っていて、後ほどご紹介するんですが、私たち大きく3つのビジネス領域で仕事をしてます。その中で農林中金ができることとしては、例えば私たちあまり知られてはいないんですけど、日本国内の金融機関の店舗数でいうと、実はゆうちょ銀行さんに次ぐ第2位っていう形になっていて、メガバンクさんよりも店舗網があったりするんですけど、そういった金融機関の店舗網みたいなものを活用しながら、リテールビジネスっていう分野で地域活性化に取り組んでいたりとか、はたまたそういった店舗網を維持していくためには、やっぱりお金を稼ぐことが必要なので、私たち収益を稼ぐってミッションを持ってるんですけど、そういったところを実は50兆円規模で海外に投資する機関投資家という側面も持っているので、そういったプレゼンスを生かしながら、ESG 投資っていうものを通じて社会を良くしていくっていうことをやっていたりとか、他にも私たち企業さんと第一次産業の方々を結びつける唯一無二の存在なのかなとも思っていて、そういったものを通じて、例えば農林水産業の DX 化の促進とか、あとは6次産業化の支援みたいなところで農家の方々の、収益を上げていくみたいなお手伝いを実はしていたりします。こんな形で実はできることって結構多かったりするんですけども、そもそも皆さんって第一次産業ってそんなに大事なの？とも思われるかもしれませんので、そこについてもちょっと触れられればなと思っています。例えば第一次産業を取り巻く課題って、例えばフードロスみたいなところで言うと、たくさん食べ物があるのに行き届かない問題があったりとか、はたまた食料自給率が低いんだよみたいな、そんなところを皆さん耳にするかもしれませんが、今日はその食料自給率みたいなところにちょっとテーマを絞って話をしようかなと思っています。食料自給率というと、皆さん農家さんが高齢化が進んでいって、日本食って少なくなってしまうのかなってなんとなく思われてるかもしれませんが、これって外交の面でも結構危ないんじゃないのって思っています。
先進国のところを見ていくと、例えばカナダとかオーストラリアみたいなところは、食料自給率200%を超えてますし、アメリカ、フランスみたいなところも100%ぐらいあります。一方で、日本については、過去最低の37%みたいなところになっているところです。今、世界に向ける、目を向けると、例えば、ウクライナとロシアの紛争であったり、中東で戦争が起こっていたり、他にも北朝鮮がちょっと不穏な動きをしていたりみたいなところで言うと、結構、そういった、地政学リスクというか、戦争みたいなリスクって結構増えてきてるのかなと思っています。こういった事態が加速していったときに、日本は国際的な食料争奪に巻き込まれる可能性ってあるのかなと思っている中では、こういったところをやっぱり放置し続けるのも、一つ外交上のリスクでもあるのかなと思っているところです。そんな中ですね、私たちは農林水産業の DX 化の促進だったり、あとは6次産業化みたいなところを通じてですね、農業をもっと魅力的なものにしていこうとか、あとはもっと効率的に進めていこうみたいなご支援もやったりするので、そういったところでですね、こういった食料自給率の向上みたいなテーマについても、アクセスできるのかなと思っているところです。なので、私たち農林中堅で働くみたいなところは、こういった第一次産業の変革を通じて、社会変革の起点を作れるような、そんなお仕事でもあるのかなと思っています。私たちのパーパスのご紹介できればなと思っていて、私たちのパーパスは、持てるすべてを命に向けてとしています。私たち3400人しかいないんですけど、関わり合う方々は本当にたくさんの方がいらっしゃって、例えば JA の職員の方々全員集めると20万人弱っていう人数になりますし、やっぱり機関投資家みたいな側面でいうと、海外の方々ともやり取りをしています。そういったステークホルダーであったり、アセットみたいなものをすべて命に向けながら、第一次産業を変えていくみたいなところが私たちのパーパスなのかなと思っているところです。というところですね、ちょっと大きな話をしてしまったので、具体的にどんな仕事をしているのみたいなところもですね、ご紹介ができればなと思っているところです。私たちのビジネスは大きく3つございまして、1つがリテールビジネス、1つが投資ビジネス、1つが食のビジネスとなっております。まずですね、リテールビジネスみたいなところについてご紹介できればなと思っております。リテールビジネスについては、先ほどご紹介した通り、日本国内の店舗網みたいなところで言うと、ゆうちょ銀行さんに次ぐ第2位という形になっています。また、私たち JA バンクっていうのは、JA さんが他の銀行さんでいう支店の役割を果たしながら、地域の方々とか利用者の方々と接点を持っている、そんな組織になっています。ただ、JA さんって実は550ある別々の組織体になっておりますので、その一つ一つの JA さんが別々のことをしていると、なかなかスケールメリットだったりとか、あとは JA バンクとしてバラバラな方向になっちゃうよね、みたいなところがあるので、そういった企画とか、そういったものを私たち農林中堅が担っているっていう、そういう役割分担になっています。なので、他の銀行さんで言うと、皆さんも銀行で口座を作るときは、支店さんで窓口行って紙書いたりとか、書類出したりとかしてるのかもしれませんが、そういったところは JA さんにお願いをしながら、私たち農林中金はそういった企画みたいなものを担っているのが、そういった仕事なのかなと思っております。そういった意味で言うと、私たちいろいろなリテールビジネス仕事があったりするんですけど、例えば経営指導戦略策定みたいなところで言うと、550ぐらいの JA さん、別々の形態になっているので、そういったところの財務分析とか、あとは地域の置かれている環境みたいなところを踏まえながら、戦略を一緒に作っていくようなお仕事、これ、コンサルティングみたいな感じですかね、お仕事をしていたりとか、あとは住宅ローンとか投資信託とか、テレビ CM みたいなものを作りながら、そういった銀行の商品を作っていくっていうお仕事であったりとか。あとはやっぱり地域に目を向けていくと、やっぱ過疎化が進んでいく中で、今までのリアルの店舗を残していくっていう手段だけではなかなか厳しいってところもあったりするので、他に例えば移動店舗っていう手段があったりするんですけど、トラックの上に ATM と職員を乗っけながら、中山間地をトラックで走っていくみたいなところで、代替手段とかも考えながらですね、地域の誰も取り残さないような仕事をやっているのが、こういったリテールビジネスなのかなと思っています。なので、20万人弱ぐらいいる JA 職員の方々とですね、国内2位の店舗網みたいなところをダイナミックに動かしていくのが、こういったリテールビジネスの面白さみたいなところなのかなと思っております。そういった意味でですね、先ほどご紹介しましたが、リテールビジネスというと国内2位の店舗網であったりとか、あとは JA グループならではのアセットみたいなところで言うと、農家さんとかのつながりを持っているってところも結構大きかったりするので、そういったところが後ほどの食のビジネスの強みみたいなところにもつながっているのかなと思っているところです。
では、打って変わって今度は投資ビジネスみたいな話をしようかなと思うんですけど、そういった店舗網を維持していくためには、やっぱりお金が必要です。なので、私たち農林出勤のミッションの一つとして、収益を稼ぐっていうところも実は追っているところです。そんな中で、昔は日本国内に投資をしていれば、金利が7%ぐらいあったので、それで稼げていたっていう背景があったんですけど、まあ、そういった環境でも今なくなってきている中、この3、40年間ぐらいですね、国際分散投資っていうものを始めていて、その中で、ギャンブル的な投資ではなくてですね、債券とか株式とか、そういった安全なものに投資をしている、そんな中なんですけども、そういったことを続けている中で、皆さんはなかなか知らないかもしれませんが、アメリカのウォール街とかに行きますと、結構農林中金って知れ渡っている存在になっていて、その中でですね、例えば農林中金が動くと結構市場が動くんだよみたいなことを言われるくらいには、結構プレゼンスがある機関投資家といったところもあります。なので学生の皆さんで海外で働きたい、海外を股にかけて働きたいとか、あとは例えば数百億円規模の仕事がしてみたいみたいな方は、この投資ビジネス結構面白いのかなと思っておりますし、お金を稼ぐっていうところだけではなくて、やっぱり第一次産業って環境にすごく左右されるっていうところの中で、まあ、お金を稼ぐっていうところももちろん追いに行くんですけども、やっぱり環境に配慮するみたいなところで言うと、サステナブルファイナンスみたいなところの組成みたいなところを私たち結構積極的にやっています。その機関投資家というプレゼンスを生かしながらですね、さまざまなステークホルダーの方々に同意を取って、そういったサステナブルファイナンスの、まあ、案件組成みたいなところもやっているところですので、まあ、そういったところも農林中央金庫ならではのですね、投資スタンスなのかなと思っているところです。またまたちょっと話が変わっていくんですけども、先ほどリテールビジネスで触れた第一次産業の方々のつながりというところと、私たち実はまあ資金量を持っているってところもありますので、メガバンクさんとまあ肩を並べるような、まあ融資機関、お金を貸す機関でもあったりします。ですので、企業さん、大きな企業さんから、まあ、小さな企業さんを含めて、企業さんとのつながりと、あとは第一次産業の方々のつながりを持っているっていう中では、生産、加工、流通、外食、販売、輸出みたいなところの、まあ、食料のバリューチェーンの中でですね、さまざまなところと接点を持っているっていうところが、もう一つ唯一無二の存在なのかなって思っているところです。そういった中でですね、今日はちょっと一つ事例を交えながら、バリューチェーンを変えた事例みたいなところもお話をしようかなと思うんですけど、皆さん、ファミリーレストランのデニーズさんってご存知ですかね。で、こちら、デニーズさんって毎日コーヒーを出しているので、そういった中でですね、コーヒーの豆かすが結構大量廃棄されてしまうってお悩みを抱えていたところで、私たちならではのステークホルダーを連れてくることで、まあ、そのデニーズさんで出しているドリアに生かしていただいたっていう事例を私たちご支援しています。どうやったかっていうことなんですけど、まずコーヒーの豆かすを使える形にするために、飼料会社さんっていう牛の餌を作っている会社さんをご紹介しました。これ民間の会社さんなんですけど、そういったところで、まずコーヒーの豆かすを発酵させて、牛の餌という使える形に変えていただきました。ここからが農林中金ならではかなと思うんですけど、そこから牛の農家さんがご紹介できるのが私たちの、まあ、特徴なのかなと思っていて、そのコーヒーの豆かすからできた牛の餌を食べてミルクを出せるようにしました。で、そのミルクを使ってホワイトソースをデニーズさんに作っていただいて、ドリアに生かしていただいたっていう、そんな事例になっています。なので、コーヒーがの豆かすが大量廃棄されていたという現状から、ドリアに生かしていただくというところまでに、こういった第一次産業の農家さんであったり、企業さんを連れてきながら巻き込んでいけるところが、私たちならではの開催価値なのかなと思っているところです。こういったところでですね、まあ、ちょっと一つ事例も交えましたが、農林中金で働くってこういったところはですね、こういったバリューチェーンも変えていけるような、そんなお仕事なのかなと思っておりますし、私たちの仕事の特徴としてはですね、今ご紹介したような農家さんであったり、先ほどのリテールビジネスという JA さん、まあ、550ぐらいある20万人の JA の職員の方々を一緒にやっていったりとか、あとは海外でいうと機関投資家の方々であったり、あとは民間の企業だったりとか、そういった方々を巻き込みながら第一次産業を変えていくっていうビジョンに向けてですね、動かしていくような、そんなお仕事の仕方なのかなと思いますので、よく産業変革のプロジェクトマネージャーと言いながらですね、ご紹介をしているところです。最後にですね、なんでこんなプロジェクトマネージャー的な仕事ができるのっていうところなんですけど、やっぱりそれは組織の成り立ちにあるのかなと思っていて、一般的な
金融機関であったり会社さんっていうのは株式会社っていう形態を取っているので、やっぱり株主価値の最大化っていうことでは利益をやっぱり得る部分あるんじゃないかなと思っています。ただ、私たちのやっぱり株主っていうのは第一次産業の方々になっていただいているので、そこにですね、やっぱりまあ利益もそうですし、そういった事業面の貢献みたいなところをですね、まっすぐに向き合うことができるのが私たちの特徴なのかなと思いますので、まあ、こういった誰かのために役に立つっていうのは顔が見えるってところがですね、なんかすごく農林中金の面白いところなのかなと思っているところですので、今日はですね、この後のパートでもいろいろな農林中金の魅力についてですね、お話ができればなと思っているところです。はい、ということでですね、私の説明は以上にしようかなと思います。ご紹介いただきましてありがとうございました。多分15分とかの中で、相当複雑な組織だったり、いろんな役割を、本当に丁寧にですね、ご説明いただきました。ありがとうございました。で、またですね、学生の皆さんも、農林中央金庫さんのイメージについてですね、ご回答いただきまして、ありがとうございます。南部さん、4択からどれが一番高いと思いやっぱり硬いイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですます？か？あれです。結構分散してましおお、そうて、ですね。一番はやっぱり名前にもある通り、まあ、農業に関連すうん。る会社さんなんじゃないかっていうのが一番で、二番目がですね、お堅いんじゃないかっていですうよね。うところと、まあ20%ぐらいの人はまだ知りませんっていうところで、んうんうん。まあまさにね、今来てる理由、意味だかなというふうに思いますけれども、ってなってまして、まあ最後はホワイトっていうところに、なっております。これなんか、どれも正解なんじゃないかっていうところでありますけれども、なんかその学生からのイメージ聞いて改めていかがだったりいたしますか？実はそんなことないよとか、もしそこに対してコメントあれば、ぜひ一言いただければと。はい、ありがとうございます。農業関係の会社っていうのは、まあ、今お話しした企業設定の通りで、全然農業に関係ないところのアプローチから第一次産業に生かしていくみたいな、そんなところがあったりするので、そういった魅力が伝わればいいなと思いますし、まあ、硬くないので、ぜひですね、そういったところもですね、今日伝わったらいいなと思ってます。ありがとうございます。時間もですね、あっという間でございまして、時間にいましたので、最後一言ですね、学生さんに対してメッセージいただけたらなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。私たち農林中金、6月からですね、エントリーシートを応募しながら、夏のインターンシップの、募集が始まったりします。8月、9月ぐらいでやったりするんですけど、こちら、今日のお話聞いていただいてですね、少しでも興味持っていただいた方については、ぜひご応募いただいてですね、またそういったイベントで皆さんとお会いできるのをすごく楽しみにしているので、今日興味持っていただいた方については、ぜひですね、ご応募いただけると嬉しいです。ありがとうございます。いや、本当に課題解決してるこの幅広さだったり、ないし組織の大きさだったり考えると、まだまだ多分お伝えしたいことたくさんあるんじゃないかなって思いますので、ぜひインターンシップ等ですね、通しながらぜひ理解深めていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。ではですね、本日お忙しい中、お越しいただきまして誠にありがとうございました。ありがはとうい。ございました。で、学生の皆さん、次の時間、JR 東海さん、SMBC さん、東京建物さんで、またちょっとコラボ講演会って形で、ね、ございますけど、引き続き見ていただけたらと思います。では、南部さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。では、学生の皆さん、引き続き楽しんでください。ありがとうございます。見極め就活で検索。